高倉新八は1839年、松前藩上屋敷にて生まれる。幼い頃から活発な性格と正義感の強い性格であった。彼はしばしば弱者を代表し、不正義と戦い、仲間の間で保護者としての評判を獲得しました。松前藩を脱藩後、新選組に入隊し、2番隊組長及び月見師範を務めた。新選組の組長格の中でも屈指の剣腕を誇り、竜飛剣と称する下段の構えから上へ敵の剣をすり上げながら下へ切り落とす技を得意としていた。鳥羽・伏見の戦い以後、大阪・江戸などでは土方歳三が不在時には隊長大務をこなすなど、土方からの信頼も厚かった。長倉新八の物語は世界中の聴衆に届き、侍文化の魅力に貢献している。